私を殺さねば、この舞台は終わらない。サイモン、もうやめよう。死を受け入れるか。待て、どうし。それがあんたの本当の顔ってわけね。行こう。ジージが心配だ。うん。もはや手遅れ。すべて我が主の掌中よ。あたしらが、はいそうですかって諦めると思う？なぜ抗うのだ。抗えば、それだけ苦しむ。なぜ苦しみから解放され、ありのまま生きるという我が主の目指す世界を否定する。忘れたわけではあるまい。その業ゆえに命を落とした風の天族の存在を、彼の選んだ復讐という答えは
我が主の目指すあり方に他ならぬではないか。お前たちは彼も否定しているのだぞ。デゼルは確かに苦しんでた。でもあいつは自分の決めたことを頑張ってた。そうだ、苦しみから逃れるためにな。けどあいつは業を抱えた者がそれに抗うことは、すなわち自分自身を否定することに他ならない。抗い、否定した先に何があった？空虚な死ではないか。サイモンさん、抗うのをやめた先、そこに生の実感はあるのでしょうか？何？抗えば確かに苦しみを伴うことが多いですわ。それでも顔を上げ、答えを信じて足を踏み出したとき、そこに生の実感があると思いませんか？デゼルさんは確かに最初は苦しみから逃れようとしたのかもしれません。ですが、すべてを思い出したとき、彼はあなたの言う自らの業を呪い諦めましたか？そうか。だからデゼルは最後に笑ってた。うん、笑えたんだね、ライラ。それが何だというのだ。正しい解に至らねば空虚な自己満足ではないか。いいじゃねえの、自己満足で。結果は重要だが、かといってそれは経過が不要にはつながらないか。奇弁に過ぎる。いい加減気づいてくれる。急いでるのになぜライラがわざわざこんな話してるのか。サイモン、前に俺に聞いたよな。存在するだけで不幸をもたらす業を持った者は、存在自体が悪なのか、死ぬべきなのかって。どう答えるかなど聞くまでもない。でも言っとく、自分を悪だって決めつけなくてもいい。違うな、悪でもいいじゃないか。なんだと？いや、なんか違うな。うまく言おうとするな。どんな奴だっていてもいい。みんな幸せになる方法、きっと見つけるよ。だから、貴様は、自分の残酷さが分かっておらん。貴様は、今まさに、私の幸せを奪っているのだ。もはや我が主の御ために働けぬ私に、存在理由などない。とにもこいつ、私ももう一発ぶっとくか。もう行こう、つれい。ああ、初めて来るのに知ってる場所なんて、なんか変な感じ。なんだか時が止まってるみたいだ。実際そうなのかも。魔王坊のあのバカみたいな力を考えればね。ここで亡くなったのですね。ライラ、大丈夫か？ありがとう、スレイさん。もちろん大丈夫ですわ。神殿まではまだ結構ある。楽に行こうぜ。ええ。力を届けましょう。
とか言うのに本当苦しんだんだね。ヘルの野郎に仕えることでやっと自分の存在意義を感じられるぐらいな。あんなすごい力を持ってるのに自分を信じられなかったんだ。あの力ならいつでも私らを殺せたのに、そうしなかったのもヘルダルフの指示だったのかな。それもあるかもしれないが、殺せなかったんじゃないだろうか。あれは普通じゃ考えられない特別な力に感じた。そっか、制約だな。で、制約は殺めないってわけね。人、天族、兵馬、何でもござれだが殺せない。意味があるようで意味がないか。ですが、先ほどは本気だったと思いますわ。制約を犯して力を失っても、ヒゲ猫のマークにすら反してでもね。はい、この汚れの中で力を存分に発揮できなかったのが幸いしたのでしょう。ここまでして。おや。